続いてのニュースです。マディス社の近衛明社長はパイナップル社との共同プロジェクトを発表しました。世界的 IT 企業のコラボレーションに専門家の間では期待を。はい、皆さんご注目。こんばんは。そしてお久しぶり。俺たちを覚えているか。私たちは心の怪盗団、ある人物を改心させるために再び参上したよ。人の心をもてあそぶ女、ヒイラギアリス。偽りの光で人を貶め、愚悦のために傷つける、そんな奴を私たちは許さない。あんたが奪った人々の願い、今宵我々が頂戴する。これを渡れば願いのある鳥かごまで一直線だ。おい、おお、こいつはでかっ。なんだあのサイズ。でもよかった、ちゃんと実体化してるね。ハレスと同じ方法が通用するか不安だったが、うまくいってよかったぜ。よしスカル、早速運び出せ。いやいや、さすがにデカすぎんだろう。どうする、あんなの盗めなくない。どうしたものかしら。なんだあいつは。ハレス、やはりこうなるか。ダメだよ君たち、勝手に入ってきちゃう。私の集めた願いどうしようっていうのかな。あ、君確かジョーカー君だよね。私のものになりに来てくれたのかな。へえ、やっぱりこれ盗もうっていうんだ。ヒイラギアリス、お前がやってきた悪事全てを見通した。強制的に人の願いを奪い貪り、傀儡のように従わせてきた。
無茶な告白を強要し、何の罪もない男女をもてあそんだ。自分の店まで開いて詐欺みたいなことして貢がせてたろ。偽りの戒心を操り、人々の心を無残に踏みにじったこと、これ以上感化できません。あんたの歪んだ心、怪盗団が叩き直してあげる。高巻さん、とっても綺麗な人。あなたにはきっとわからない、私がどんな気持ちで生きてきたか。囚人であったことを言ってるの？どこでそれを。全部知ってる。あんたがいじめられてたことも、惨めな思いをしたことも。でも私は。ああ、そうなんだ。知ってるんだ。変われたと思っても、どこまでも過去が私を追ってくる。惨めだよ。本当に惨め。でも、もういいんだ。この力があれば、何もかも手に入る。欲しかったもの、全部。なんだこいつ、ウサギみてえな姿に化けやがった。これも不思議の国のアリスというわけね。さあ急がなきゃ、時間に遅れちゃうよ。私がみんなを素敵な場所に案内してあげる。素敵な場所？反応しなくていい、ソフィー。どうせあの世とか言うだけだ。アリス、あんたの目私が覚まさせるから。怪盗団ってみんな仲がいいんだね。もしかして恋人同士もいるのかな。カホク、スライム、カホク、スライム、モコイ、ピクシー、ジャックランタン、これで。あんた何言ってんの。ピクシー、モコイ、スライム、喰らえ。高巻さんは誰を狙ってるんだろうね。私はジョーカー君が好みかな。あとあなたのハートもらっちゃおう。見てもらうとか言ってんの。気をつけろジョーカー。手強いわね。ナビ、敵に弱点はない？待って、今解析中。弱点属性は。これだ、あいつの性根ごと燃やしてやる。アリス、あんたなんでこんなことを。罪のない人を巻き込んだ。別に私が悪くないね。みんなが勝手に私のことを好きになっちゃって。それなら仕方ないね。他の女には興味ないんだって。それはあんたが戒心使ってみんなの心を操ったんじゃない。全部知ってる。でも高巻さんが怪盗だったなんて驚き。私の戒心とあなたの戒心、どっちが魅力的か勝負してみる。怪盗だな。強敵だぞ。ジャンピンの疾風を狙ってけ。いただいていく。威力が少ないよ。戦い方に注意して。いや終わりだ。いいぞ、弱ってきてる。このまま倒してやれ。うまい。うまいぞジョーカー。ナイスだ。俺も見習うとしよう。おい、あのクラッカーみてえなの。アリスがポールに飛びついた時がチャンスだ。逃さずぶっ放せ。ステージに舞う紙吹雪、いい絵になりそうだ。任せて。痛い。ちょっと何するの。痛い。
連動が効かない上に強敵だ。気をつけろ。せよ。洗脳が厄介だな。注意しろよお前ら。やっ、このまま行こうぜ。ジョーカーの追撃がヒット。強敵だな。気合入れていけ。うまいぞジョーカー。ナイスだ。やだジョーカー。おい、ボックスがヘロヘロだぞ。ちょっと、やケリス様、くらえ。あいつ、疾風に弱いみたいだ。疾風属性のスキル、持ってるか。我が輩の出番だな。任せとけ。まだまだ、ジョーカーの追撃がヒット。いけるぞ、ショータイムだ。うどーん。うまい。くらえ。火炎が弱点、強いけど頑張れ。そうだよ。こういう時は。せよ。行くぞ。うまい。ナイスジョーカー。弱点にヒット。招待。スライム。くらえ。どうして邪魔するの。せっかく私が幸せになり始めたのに、あなたたちも私を否定するの。あの女みたいに許せない。惨めなのは苦い。なんか雰囲気が変わった。みんな気をつけて。うわ、なんだこいつ。動きが変わった。あとは俺が。早いぞ。みんなお仕置きしてあげる。あせて。俺だったら折れないなんて。アリス、どうしてそこまで。あった、カマキさんにはわからない。蔑まれて。バカにされて、否定され続けるのがどんな気持ちか。自分がカースト上位だと思い込んでいる人の大国なんだよ。いじめられて苦しんでる人がいても知らん顔そば払ってる。それだけで罪だよね。だから教えてあげるんだ。あなたたちなんてゴミ同然だって。お得にすり寄ったって逃げられないよ。裏切らせて絶望を与えてやる。男の子はみんな私のことが好きになるんだから。何するの。今だ、畳みかけろ。パンサー、めっちゃ甘い。こいつは俺よ。こいつとも愛ガチだ。気をつけろ。そんなに私を怒らせたいの。火炎が弱点で間違いないぞ。炎上させてやれ。ゲットレディ。これだ。使うよ、使うよ。いいものがあるな。アンガタ、それ攻撃に使えないか。火炎が弱点、強いけど頑張れ。弱点をついたな。パンサー、まだいけるぞ。パンサー、すごい。いけー、ガチだかんね。パンサーの体力に注意だ。おだまり、このまま行こうぜ。パンサー、華麗につなげたな。そんなもんよ。私は間違ってないはず。何に対して。アリス弱ってるぞ。一歩だ。みんな止まれ。私にそげつんでた女たちに思い知らせる。男をみんな私のものにして。それがアリスのやりたかったこと。バカ言わないで。私は覚えてる。あなたが言ってたこと。
思い出してアリス、あんた本当はどうして勝ったの。許さない変えたじゃって強いけど頑張れ。コンサーナイスプレー。美しい立ち回りだ。危な気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。あんたのハート、いただくね。やったー。どういうこと今の。パオンさんかっこいい。見とれちゃったぞ。それ、うん、助かったよ。許さない。あらまた粘土が効かない上に強敵だ。気をつけろ。よし、敵の攻撃力が下がった。頼む。うん、分かった、はい、強敵だな。気合い入れていけ。開いた。許さない。一撃パンサー決まってない。さすがパンサー。よし、パワーアップだ。ナイスだナビ。いくぞ。やったか。これ以上やっても自分が惨めになるだけ。あんたに何が。やっぱり勝てないね。高巻さんみたいな人には。昔からそう。カースト上位の人には頭が上がらない。自分を何とか変えようって。デザインを勉強して頑張ってここまで来た。それなのにあの女がまた現れて私の過去をみんなに言いふらし始めた。いじめられてた惨めな豚だって。だから奪ってやった。男も友達も何もかも。それでもまだ許せない。あの女も陰で笑ってた奴らも見て見ぬふりしてた連中もみんな許せない。アリス、これが心の傷。この力があればみんなに復讐できる。だからいじめる側に回ったってわけ。バカ、それじゃ同じじゃない。あんたをいじめてた奴らと何も変わらない。それでいいの？そんな奴らと一緒でいいの？あんたはなりたかったんじゃないの？誰かの。ううん、自分自身の光に。平気で人を傷つける連中の言葉になんて負けないで。高巻さん、そうだ、私助けたかったんだ。私自身をどこかにいる私と同じ思いをしてる子なのに。私そうかな。
キさん、私ね、みんなに謝って一からやり直したい。うん、きっとあんたなら立ち直れる。私もたくさん悩んだから。でもね、ここにいる怪盗団のみんなや親友のおかげで歩き出せた。あんたは一人じゃない。自分を取り戻せたら私と友達になろう。高巻さんと、いいの？もちだって、私同じ夢を持ってるヒイラギアリスが大好きなんだから。ありがとう。あ、私帰るよ、自分の居場所に。そして今度こそ。まずい、崩れるぞ。しかしすごかったな。願いは持ち主の元へ帰ったのだろうか。うん、あそこから見えたよ。願いが戻った人は消えていってた。これで現実の人たちも元に戻ってるといいんだけど。そうね、きっと大丈夫。おい、モナちゃんどうかした？おかしい、崩壊してねえぞ。願いは飛び散ったぞ、ブワーって。いや、この世界のことだ。そういえばお宝奪ったらパレスは崩壊してたよね。いつも必死こいて逃げ出してたもんな。だが崩壊の気配など微塵もない。むしろ静かなぐらいだ。主が消えて願いが消滅してもジールは消えないのか。それってやっぱりこの世界はパレスとは違うってことだよね。まだこの事件は解決してないのかもしれんな。アリスは何か知らないかしら。現実に戻ったら本人に聞けないかな。素直に話してくれればいいが、シャドウの記憶は本人にはないからな。パンサーになら話すんじゃね。私？気が合いそうだったし。大好きだとまで言っていたな。いや、まあ、うん、だってもったいないよ。アリスの才能は本物だもん。それに誰かの光になりたいって気持ちはもともと歪んでなんかなかった。最初の気持ちを思い出せば必要とする人に届けてくれるかもって。私にできることがあるかわからないけど、まずは仲良くなることからかな。すごいな。どうしたの、ソフィア。怪盗団の言ってた通り、ヒイラギアリスは変わった。ただ倒していたら気づけなかった。こうなるって分かってたのか。そんなことないわ。でも変われるのが人だから。変われるのが人。人の心って難しいね。何かを乗り越えて強くなれたかと思えば、ちょっとしたきっかけで揺らいだり。確かに難しい。人の心、謎だらけだ。まあ謎の量に関しちゃソフィーも負けてないけどな。いや、私は人の良き友人だろ。聞いたっての。分かってるな、スカル。まあね。やるな、スカル。本当に分かってるのか。
それじゃあ戻りましょうか。現実のアリスがどうなったかも確かめたいし。うん、早く帰ろう。アリスのシャドウに怒っていたな。だが最後は晴れやかな顔をしていた。なぜだ？あいつに怒っていたんじゃないのか？そうなのか。怒りというのは人を傷つけるだけじゃない、人を救うこともできるんだな。誰かが間違っていたら怒って、正しい道を教えてやることができる。人の心は不思議だな。おかげで貴重な経験を積むことができた。ありがとう。これからもよろしく。今会いたい人のコーナー、本日は再び柊木アリスさんにお越しいただいています。アリスさん、先日あんなことがありながらのご出演ありがとうございます。何でも今日はアリスさんからお話があるとか。はい、皆さんにお伝えしたいことがあります。先日このスタジオで起こった事件ですが、あれは私のせいなんです。生放送中に私に告白するようにMC の人をけしかけたんです。一緒にいた女性の方と婚約したばかりと聞いて、その関係を壊してやろうと。アリスさん？あの二人だけじゃありません。幸せそうな女性を見ると妬ましくて、いろいろな男性を惑わせて破局させました。ちょっとねえ、何これ、ドッキリか何か？そんな私をマネージャーは止めようとしてくれてましたけど、私はそんな彼らにも腹を立て、泣いて謝るまで暴行を繰り返しました。マネージャーが交代したのは私が前のマネージャーを潰したからです。これまさか。今話したことは正真正銘の事実です。少し調べてもらえばわかると思います。今まで多くの人たちを欺いて傷つけて本当に申し訳ありませんでした。心の怪盗団？全部私がしたことなんです。周りの人たちは何も悪くないんです。ごめんなさい、ごめんなさい。おい、カメラ止めろ。放送中止画面急げ。アリス、こりゃ荒れるだろうな。怪盗団絡みのネタだし。とにもかくにもこれで一仕事終わったな。ねえ、パレスと状況は違ったけど、本人が改心したことは間違いないよね。願い取られてた連中も元に戻ったみたいだぜ。ネットに書き込まれてる。アリスに全財産を見過ごうとしていた息子が目を覚ましてくれた。怪盗団ありがとう。金返せって言ってるのもいるな。それは私たちに言われても困る。自業自得な人もいそうだけどね。何はともあれミッションコンプリート。アリス、これからどうなるのかな。今までみたいに芸能界でやっていくのは難しいかも。すごいスキャンダルだし。結局報いを受けるのは自分ってことか。でもアリスが元の気持ちを取り戻したならきっと大丈夫だと思う。今までとは違ったって、またきっと誰かの光になれるよ。そういえば本人にも事件のこと聞かないとね。何か新しい情報が得られるかもしれないし。でも会えるのかな、これだけ大騒ぎになっちゃうと。普通に考えるなら無理。事務所はそれどころじゃないだろうし。相変わらず面白そうな話してるな。
ユウ、元気にしてたか？またお前か、おっさん。おっさんなのは否定しねえが、地味にへこむな。それよりお前ら、早速やってくれたな。何のことかしら？とぼけるなよ。俺の情報、役に立っただろう。そうだけど。そいつはよかった。いい返事も期待できそうだな。返事って？今日は例の件の返事を聞きに来た。俺とお前らとの取引のな。だからてめえら警察なんかと。じゃあさらに得点もつけてやろう。アリスに話を聞いてきてやってもいいぞ。お前らアリスに会って確かめたいことがあるんだろ？それはそうだな。例の番組の騒ぎはアリスが告白したじゃん。もう濡れ衣も晴れたでしょ。ああ、だよな。おっさんの手借りてまで。それがそうでもないのさ。どういうこと？事件はもう終わったはずよ。終わりなんてとんでもない。この改心事件は全国各地で起きてる。全てアリスの仕業なんてことはありえない。それじゃあお前らの疑いは晴れないよな。そこに加えて今回のアリス騒動、あの予告で再び世間は熱を帯びてきた。全国の改心事件は全て怪盗団の仕業だろうって話が警察でも盛り上がってるぜ。お前ら相当ヤバい立場に置かれてるって分かってるか？ふざけんなよ。俺らが何したってんだよ。落ち着けよ。だからこその取引だ。俺は今すぐお前をしょっぴくこともできる。そうしないのは別に真犯人がいると踏んでるからだ。そいつを捕まえるために俺に手を貸してくれ。刑事の勘ってやつだな。まあ俺は公安だが、去年怪盗団が起こした事件と今回の事件とじゃ犯行思想も動機も違いすぎる。これは2つの別種の事件。それが俺の結論だ。少しだけ時間をもらえない？みんなで話し合いたいから。んじゃ外に出てるぜ。話がついたら呼んでくれ。当てが外れたな。アリスの告白で濡れ衣も晴れると思ったな。くそ、やっぱデマじゃなかったか。どうしたの？ネットで調べてたんだけど、突然人格が変わったって騒ぎはちらほら起きてたっぽい。ほとんどニュースにもなってなかったし、世間も相手にしてなかったみたいだけど。あのおっさんの話本当ってことかよ。どうしよう、全部私たちのせいにされてたら濡れ衣なんて晴らせない。だいたい私たちの改心とあの改心は別物だろう。本当にアリスのような改心事件ならジェイルが絡んでるのは間違いないだろうな。アリス以外にもキングがいるのか。どうする？こうなってしまってはあの男の話に乗るのも手ではあるぞ。あんなやつ信用すんのかよ。でも他に方法なくない？少なくともアリスの情報は本当だったし。どうする？そうだね、今は提案を受け入れるしか。待て、取引するとしてどうやって説明するつもりだ？我が輩たちのやってることを理解させるには異世界のことも教えなきゃならない。それはあいつが信用するか？させるしかないだろう。でなければリーダーの身が危うい。でもよ、異世界だぜ、ジェイルだぜ。頭の固い警察がそんな話信じんのかよ。だが連れて行くしかないわね、ジェイルに。ちょっと本気？マコちゃん大胆。それ以外に逮捕を免れる方法があるかしら？出せるカードはテーブルの上に。今はそれが最善だと思うわ。分かった、取引しよう。今はそれしか手がなさそうだ。吉と出るか凶と出るか。くそ、
こうなったら腹くくるしかねえだろ。じゃあ呼ぶわよ。話は終わったわ。入ってきて。なんだ、意外と早かったな。じゃあ返事を聞かせてもらおうか。あなたを連れて行きたい場所があるわ。私たちについてきて。なるほどな。ジェイルにシャドウ、キングと願いか。そうかそうか。まずは薬物検査を受けてもらおうか。適当言うにしてももう少しあんだろう。いいから黙って、今からその認知の異世界に連れて行ってあげるから。認知だと？ついてきて。ああ、どこに行くんだよ。おい、こんなところに何があるってんだ。なんだこりゃ。冗談だろ。全て真実よ。目の前に広がる何もかもが。あ、どうした。何のコスプレだ。まあ最初はこうなるわな。これが私たちの怪盗服姿ね。あ、ははは、勘弁しろって。何がどうなって。質問か。ここはジェイル。お前は今ジェイルの中にいるんだ。いや、お前誰。私は人の良き友人のソフィアだ。よろしくな。よろしくなって落ち着けよ善吉。いい大人がみっともねえぞ。ああ、そうだな、取り乱してる場合じゃ。って化け猫。化け猫じゃねえよ。我が輩はモルガナだ。これで納得してもらえた。私たちの話が全て本当だってこと。なんだ、昨日飲みすぎちまったか。つか夢だよなこれ。現実なわけねえ。大丈夫かよおっさん。安心しろ、ただの錯乱だ。全然安心じゃないような。ふふふ、刺激が強すぎたか。仕方ないわね。一旦帰りましょう。ありえねえ、マジでありえねえ。意味のわからん事件を追いすぎて頭おかしくなっちまったのか。さすがにショック受けてんな。うん、脳のキャパ超えてオーバーヒートしたんだろうな。だから事前に説明したのに。俺たちも初めはああだった。初々しいな。しっかりしろおっさん。やれやれ、いつまでほうけた顔してんだ。しっかりしろ善吉。ああ、そうだな、しっかりしねえと。ってなんで猫が喋ってんだ。まさかお前さっきの化け猫か。やっぱ化け猫じゃねえか。化けでも猫でもねえよ。モルガナって言っただろうが。あなたは異世界でモルガナが喋ると認知した。だからこちらでも言葉がわかるの。認知すりゃ猫が喋んの。あ、そりゃ大変だな。現実を受け入れるのにもう少し時間がかかりそうだね。とりあえず取り乱して悪かったな。話は大体わかった。いや、さっぱりわからねえが受け入れる努力はする。取引をするからには私たちは共犯関係よ。互いに信頼を裏切らないこと、それが最低限のルール。若いのにしっかりしてんな。分かった分かった、俺もお前らの信頼には応えるさ。全国の怪心事件解決に協力してくれ。その代わり俺はお前らを守る。お前らが俺に協力する限り警察には手を出させない。約束だ。
そいつやっぱ本物だよな。うん。じゃあまあ早速で悪いが、事件調査の協力依頼だ。今現在海進絡みの事件が起きてる都市として公安は札幌をマークしてる。お前たちには8月8日までに札幌中央市に来てほしい。どうして8月8日なの？海進の力を使ってるらしい容疑者がその日まで海外出張で不在なんだとさ。帰国するタイミングに合わせてこっちも調査を開始する。なるほど、分かったわ。その札幌の容疑者がアリスと同じようなキングである可能性が高いということか。そうなるかもな。だとすればお前らに頼むのがベストだろう。目的地は北海道の札幌中央市か。ちょっとした旅になりそうだな。ああ、一つ忠告だが、飛行機や電車、公共交通の類はなるべく利用しない方がいい。基本は自分たちの足か車を使え。どうして？アリスの件でお前らは再び怪盗団を名乗った。その話は当然他のキングの耳にも入る。今願いを奪ってるキングからすりゃお前らは邪魔だろう。警戒されて当然だな。最悪消しに来るかも。どこの誰が洗脳されてるかわからねえ。もしそれが飛行機のパイロットだったら。けど飛行機がダメならどうやって札幌まで行くの？とりあえず車にしとけ。それが一番安全だ。いや、警察が用意してくんねえのかよ。悪いがこいつは極秘捜査だ。そういう協力はないと思っとけ。ああ、それとアリスの事情聴取は俺に任せろ。後でお前らにも共有する。んじゃ、そういうことでよろしく頼むぜ。よろしくな、善吉。ああ、化け猫呼ばわりして悪かったな、猫。反省してんのか、こら。大丈夫、お前はまだ正気だ。そうだろう、長谷川善吉。とんでもねえことになっちまったな。まさかの北海道だもんね。夏休みの予定めちゃくちゃ。でもよ、事件は日本中で起きてんだろ。解決してもまた次の場所に行けってなるんじゃね。公安と協力して全国を調査する旅か。それはそれで悪くない。ぜひ京都にも立ち寄ろう。強いな、お稲荷。これは遊びじゃないわ。あくまで事件の調査が目的なんだから。でも夏休みだしね、少しは楽しむのもありじゃない？8月8日まで時間あるし、いろいろ見て回るんじゃね。あ、各地の名物料理は知っておきたいかも。はいはい、我が輩寿司がいい。もう羽を伸ばすのは事件を解決してからよ。しかし旅の前に話しておきたいことがいくつかあるな。まずはエマのことだ。表面上は普通のアプリだが、人々のシャドウをジェイルに入れる機能が隠されていた。ああ、マジでそっくりだよな。それが全国で使われてるなんて、考えただけでゾッとするわ。けどアプリ自体は普通だぞ。嫌なら消すことだってできる。それにアリスが使ってたキーワードや友達登録だって普通の機能だ。あれでジェイルに入るなら日本中がめちゃくちゃになってないか。実際私たちは友達登録したけど変なこと起きてないよね。これってどっか外国で作られたアプリだったりするの？運営してんのはマディスって日本の会社。従業員は万単位の世界的な IT 企業だ。かなりの規模だね。きっと技術も資金も世界トップクラスだと思う。そいつらが悪の組織でジェイル作ってるとか？でも私たちの絵までアリスみたいなことはできないわ。俺らはほら心が綺麗だからじゃね？バカ。アリスの絵馬だけが特別だったって可能性もあるぞ。なぜそう思う？
いや、なんとなく可能性の話な。確かに可能性はあるか。アリスのスマホやエマが調べられればそこら辺はわかるはず。そうね、押収できないか長谷川警部補に頼んでみましょう。後で私から連絡しておくわ。じゃあ次の問題はジェイルだな。パレスはお宝を奪えば崩壊していたが、渋谷のジェイルは今も残ってる。それにパレスは主の認知が具現化した世界だったが、ジェイルはそれだけじゃなく人間から願いを奪う場所になっていた。その結果として現実世界の人々にまで被害が及んでたわね。なんかそう聞くとパレスより立ちが悪くね。各地で起きている事件が本当に改心なら、そこにもジェイルがあるってことだろうな。表面化していないものも含めたら結構な数になっちゃうかも。ねえ、うちらが警察と取引したのって濡れ衣を晴らすためだけどさ、それだけでいいのかな。どういうこと？ジェイルがそんな危ないとこなら放っておいたらまずくない？渋谷みたいなことが他の場所でも起きてる。それをなんとかできるの私たちだけだよね。そうだな、確かにその通りだ。ええ、陰で苦しめられている人たちを助け、みんなに勇気を与える。ああ、その通りだぜ。さすがはアンドの我が輩、目が覚めた思いだぜ。そう考えると車で移動するのも都合がいいかもしれないわね。うん、目的地に向かう途中でジェイルを見つけられるかも。いいんじゃね、そんで片っ端から潰してやろうぜ。でもジェイルのある場所ってどうやったらわかるんだろう。勘？見つけるのに100万年かかりそうだな。やっと私の出番が来たな。出た！スーパー AI！ ジェイルの存在なら匂いでわかるぞ。マジか！匂いって？ジェイルには独特の匂いがある。ジェイルの範囲に入ればそれを感じられる。すげえじゃんかソフィア！褒められた。うん、わからないことは山積みだが、俺たちの行動指針は定まったようだな。ああ、こいつは。わお、燃えてきたぜ。それじゃああとは車をどうするかだな。私たち全員が乗れるような車ってかなり大きくないとダメじゃない？レンタルすっか。でも料金やばくね？費用のことは気にするな。先月絵画のショーで得た賞金がある。いいからおやつ代に取っとけ。公安と取引したんだから捜査費用とかで出してくれるわけないか。でかい車か。なんか宗次郎がそんな話してたような。ちょっと聞いてみよう。お前ら全員が乗れる車ね。なんか大きな車の話誰かとしてなかったか宗次郎。おう、知り合いのキャンピングカーの話か。使わなくて宝の持ち腐れとぼやいていたな。宗次郎、それだ。頼む、その車借りてきてくれないか。それも例の濡れ衣騒動と関係あるのか。はい。なら仕方ねえな。連絡しとくから明日まで待ってろ。さすがご主人、話が早いぜ。だがいいか、雨は外しすぎんなよ。それから旅費なんか大丈夫なのか。ええ、みんな夏休みに備えて各自で貯金はしていたので。俺は無一文だったが絵画の賞金が入った。さっき聞いたわ。
キャンピングカー？なんだその青春を謳歌する感じは。つか年頃の男女が同じ車で寝泊まりか。大丈夫だ、男子は全員車の屋根で寝るし。誠もいるし、何かあったら鉄拳制裁だし。あ、私薪割りも得意です。そうだな。頼りがいのある女性陣だな。まあ好きにしろ。それで頼んでいたものは？ああ、アリスのスマホだったな。ほらよ。ナイスだ善吉。おい、大事な証拠品なんだ、壊すなよ。アリス、どんな様子でした？一応改心を使えるようになった経緯は聞くことができた。絵まで友達登録すると相手が言いなりになってくれたらしい。最初は本人も不思議だったらしいが、どんな奴でも言いなりになるのが快感でやめられなくなったようだ。友達登録したらか。それ以外には？あとは謝るばかりだ。少なくとも嘘を言ってる様子じゃなかった。やはりジェイルや願いのことは知らなかったようだな。まあ俺だってあの世界を見せられてなきゃこんな話信じなかったろうしな。なんだこりゃ。どうしたの？何かわかった？アリスのエマにだけ何か細工があるかとも思ったんだが、何もなし。スマホも普通の市販品、特に細工なんかはなさそうだ。じゃあ収穫なしか？そうは言ってない。誰かが覗いてた足跡は見つけた。覗いてた？アリスのスマホかエマの動きを誰かが外から観察してたっぽい。それって。そりゃいい。次に同じ事件が起きたらその手を使わせてもらおう。交番でないならあの事件にアリス以外の関係者がいたということにならないか？相手のことはわからない？日本にいる誰かぐらいしかわからん。そいつが分かっただけでも大したもんだ。やるなお嬢ちゃん。怪盗団の情報担当なめんなよ。監視者、何者かしら？まあ焦るな。事件はこれ一つじゃねえし、他を調べれば分かることもあるだろう。じゃあ8月8日に札幌中央市でな。遅れるなよ。場所はまた連絡する。スマホはアリスに返しておくぜ。やっぱアリスが人をジェイルに入れられたのはキングだったからってことでいいのか？エマに異常がないならそういうことになるよね。気持ちはわかるが答えを急ぐのはやめようぜ。善吉の言う通り事件はまだあるんだ。そうね、わからないなら情報を集めるしかないわ。おう、お前ら揃ってるか？相当出てこい。車回してきたからよ。おう。マジで？すげえな。美しい。おいおい。ふんふん。おお。わあ。なあなあ。
つけておこう。